皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学方程式の4回目、今回は移項についてお話しします。移項というのは方程式をスムーズに解くための方法の一つです。ここに括弧1と括弧2、同じ式が書いてあります。括弧1は以前勉強した等式の性質を使って解いています。括弧2は移項を使って解いています。括弧1 x-3 は4、この引く3を消すために右辺と左辺どちらにも3を足します。 x-3+3は4+3、 こうなりますね。で、x は7と、このように解を求めることができました。では括弧2です。 x-3は4、 x は4+3、 x は7と、移項ではこんな風になっちゃうんですね。この2つ比べると、-3+3がこちらにないだけじゃん、これ省略しただけじゃないのと、まあそう言われてしまえばそうなんですけれど、ちょっと考え方が違うんですよ。これってこの x-3 の -3、ここの部分左辺にありますけれど、これを右辺に移したんです。その移した時ですね、左辺から右辺に移った時、実はこの -3、-3だったのが符号が変わって +3 になったと、こう考えて、実は解を求めているんですね。つまり移項というのは等式の一方の辺にある項をもう一方の辺に符号を変えて移すこと、ね、これが移項なんですね。移項によって方程式を解くことができるんですね。ここでは -3 だから移項したら +3 になった、もしこちらに +3 だったら移行したら -3 になるということなんですよ。では、そのことを練習の2問を使って、確認していきましょう。括弧1、 2x+5=9、 この +5 左辺にあるものを右辺に移します。そうすると 2x は9、足す5は符号が変わって -5、 2x は4になりますね。両辺を2で割って x は2と、括弧1の方程式の解、これは2になったと、こういうわけです。では括弧2も同じようにやっていきます。3分の1 x-2は1、この -2 の部分左辺にあります、これを右辺に移しましょうと。そうすると3分の 1x は1、-2は符号が変わって +2になりますね。つまり3分の 1x は3となります。この x の前の係数3分の1を消すために両辺に3をかけます。ちょっと下にかけないのでこちらに行きます。そうすると3をかけると x は9と、こうなりますね。このように一方の辺からもう一方の辺に符号を変えて項を移すこと、これを移項と言います。ここでは左辺から右辺に、ね、左辺から右辺にという練習だけしましたけれど、次の動画では左辺から右辺に、そして右辺から左辺に、この両方の辺で移項をする練習をしていきます。方程式は文字を含む項、これを左辺、左側に数の項、これを右側に移行して解を求めます。文字がついていたら左側、ね、数字だけだったら右側と、
このように移行するんですね。ではこのことをこの3問を使って確認していきます。括弧1 2x-6 イコールマイナス 4x+18 とこうなっています。左辺に数の項-6の部分があるので、これは右辺に持っていきます。そして左辺には x がついている項-4x、 これがあります。これは左辺左側に移していきます。そうするとこうなりますね。 2x、 これマイナス 4x はプラス 4x イコール、右辺には最初にプラス18があるので18を前に変えて、18の後ろに -6 を移行してプラス6と、このようにつきます。 6x は24、 6x は24、両辺を6で割って x は4、括弧1番の解、これは x イコール4ということです。括弧2番です。 5x+8 イコール 2x-7、 左辺に、数字の+8があります。ですからこれは右側に移行します。そして右辺に x がついた 2x があります。この 2x は左側左辺に移行します。 5x、 これは符号が上がって -2x になります。これは正の項なのでプラス 2x 移行するのでマイナス 2x に変わったと、ね、符号が変わったということです。で -7、 この+8は符号が変わって -8 になります。 3x はマイナス -15、 両辺を3で割ると x はマイナス -5、括弧2番の解、 x イコールマイナス5です。括弧3番、マイナス 3x-8 イコールマイナス 8x+2 と、左辺に数字の項マイナス8がありますよね、-8 で、右辺に x がついているマイナス 8x があるので、この-8 を右辺に、マイナス 8x を左辺に移行します。マイナス 3x+8x イコール2+8になりますね。符号が変わっていますよね。と 5x は10、両辺を5で割って x イコール2というのが括弧3番の方程式の解ということです。方程式の場合は文字がついていたら左辺左側に移行します。数字の部分は右辺右側に移行して解を求めていくと、これを覚えてください。今日は移行についてお話ししました。今回も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。